お嬢さん、こんこにちは。僕は読書が好きなので君にお教えしたいことがたくさんあります。料理好きでもあるので勉強の合間に料理もお教えしましょう。包丁で何かを切り刻むのはとても楽しいですからね。 なんだか怖いうん、僕はなぜか包丁を持つと気分が高揚してしまうんです。あ、でも怖がらないでください。僕が優しく丁寧に勉強も料理も1から10まで教えてあげますからね。